くちゃお久しぶりね。君お名前なんだったかしら。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は何の乗り物かな。船とか。でも水のところで、水のワールドで船じゃなかったんよね。なんなんやろう。ワールド4の城、転がる岩の溶岩砦。岩？岩なの？いや、クッパはクッパで何かに乗ってくるんかな。あ、びっくりした。何？なんか女の子がおるんかと思った一瞬。やめて、来ないでー。あれは？待って、二人いるやん、これ。待って。あ、そういう感じ。で、倒されていくんすね。なるほど。で、あ、なるほど、これを乗せるのか。投げるんやけ、これって。おっしゃー。あれあれ、よいしょ。これで。イエーイ、オッケー。なるほど。待って、これ一回開いたらもう大丈夫な感じ？じゃないとね。勝手になんか、復活して、橋なくなられても困るよね。これうまく操って、あー！なんてことを。よいしょ。今私ちびっこなんで、ちょっと気をつけていかなければ。はっ、あと1個。やったね、やったね、猫。イエーイ。待ってくれ、溶岩の中を。すごい。いやー、きっとおそらく耐熱なんだろうけど、それでもなんか熱そう、見た目。まさかの。待って、しまって。あー、私ー、あ、待って、もう私があと乗るだけだった。くっそー。私ここはもうあれよね。あっと、ねえ待って、なんかこれ上に、うい、びっくりした、めっちゃびっくりしたんやけど、何事かと思った。超ビビった。イエーイ、猫補給。クッパか？これは。おーっと、クッパじゃないんですね。なんかめっちゃ、あれやない？体に高そうな鉱石くっつけとんちゃうん？ちょ。来るな。こいつも、止めれるんかと思ったけど、あれやね。きっと、周りのちっこい奴らを止めて、投げて、攻撃していくっていう感じなんよね。くっそ。まあ、あのでかいの止めたとして。潰された。せっかく私、いっぺんに止めて、いっぺんに投げようと思ったのに。くっそ。まあ、でも、あれか。あー、ダメだー。真ん中の口みたいに見える部分が弱点っぽい。私調べ。うわーい。怖い。そのキラキラしてる部分だけさ、ひっぺがしてくれんかな。ね、高額で売れそう。あ、待って。あー、押しつぶされたよー。ちょっと、その、自分の子供みたいなやつ潰さないでくれる？かわいそうに。あ。あー、待って。あー、違う方向に投げてしまった。いけい。よし。あ、秘密とされてなかったんですね。怖い、なに？今はダメなんやね。なるほど。びっくりしたー。くそ、持っとけばよかったよ。投げつけずに。なるほど、あれの時には攻撃が効かんのや。ややこしい。あ、待って。ちょっと私、巨大化したいんですけど、巨大化というか、よいしょ。
よし、危なかった。ああ待って、落ちる。よし、ここだ。いいぞいいぞ。そしてまた来る、また来る。あー、怖い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 。本体が近づいてくるのも怖いし火の玉飛んでくるのも怖い。いや、これラストぐらいかな。うしゃー、来たー、やったね。あ、泣きよる、大丈夫か。なんかめっちゃ泣きよったことない、今。かわいそうに。きっとクッパに操られて。あ、びっくりした。落ちたんかと思った。焦ったー。お、おったおった。おったおったーけど、とりあえずちょっとコイン拾わせて。よいしょ。捕まっとるのに、目の前でゆったりゆったりコインを集めていくやつ。やった、ワンナップー。はぁ、あ。おし。いい感じじゃない？イェーイ。かわいい。この子今までで一番かわいいかも。私的にね。コースクリアー。次は、何のワールドかな？砂漠も終わったし。さあ、次は。どんな子が捕まってるの？なんか色味もすごい好きなんよね。コーラルピンクって感じ？服は。お。またそれを渡っていくんすね。じゃあ旅立ちます、私。ゴー。あ、なんかメルヘンな感じ。じゃなかった。毒々しかった。え、めっちゃ毒々しかった。え、でもこれ周りすごいメルヘンな感じするのにな。ね。よし、じゃあ、ん？これは？コインか。いきます。ビーチやビーチ。ワールド5の1、33ビーチ。レッツゴー。砂でできたクリボーがおったよ、さっき。お、鍵じゃね？いいよ。鍵、あと4つあるんやね。あのクリボーは動き出しませんかね？大丈夫？で、来い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 。待って。ちょ、君ら。君ら。特に何もなかったね。なんか出てきたような音聞こえんかった。これか。え？お？ねえ、見て。グロスになった、グロスに。イエーイ。お、めっちゃ気持ちいいやん。これは。なるほど、上にあるかと思ったけど別に何もなかったね。これ通る意味ない。あ、もしかして上になんかあるとか。うー、やっぱー。あ、こんなところに。何あれ、あっこになんか島ある。あれはボックスで飛んでいく感じかな。え、なんだあれは。あ、なんかここに。待って、ちょっと待って。こっちから入っていくんかな。なんだ、どうなってんだ。痛い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 。待ってよー。助けてー。なんかあれやね、砂浜が熱くて、熱くて、あちちちちってなりよるみたいな。ちちちちちちょ。で、この辺入れるところないんや。めっちゃ追いかけていきよるけど、海の向こう。君の甲羅は海の向こうを。ちょいとかわいそうだけども。必死で追いかけていきよる。ごめんね。よっ。諦めな。あ、入れた入れた。イエーイ。あと二つや。あと二つで、あ、この鍵がゲットできるってことか。なるほどね。え、じゃあ、あの鍵で、なんやろ。あっちの島に行くってことなんかな。やめてよ。何スクラム組んじゃって。あ、守ってる。あと一個だ。崩せるのか、なるほど。なんかある？これ、気のせいか。何あれ？なんか、めっちゃコイン増えようんやけど。怖い。決めてよ。ね、
ちょっと肩車してくれ。いやー乗れん。いやー何あれ、いってちょっと待って、クリボーがくるくる回りよる。ここなんか悪くない？ほらなんかドカンあるんやけど、何ここ。いいちょ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 、よし、おやったね、よっ。怖い怖い怖い、イエーイ。でもうちょいもう、あれ終わり、終わりかな。痛い痛い痛い、無駄にダメージ受けるだけなんやけど。あ、ここもってことか。なるほどね。びっくりした。何事ってなった。ちっこくなっちゃったんすけど、私。まあ、とりあえずこれで、2個目のスター。よしよし。あと鍵2つ見つけたら、鍵ってか鍵のかけら ?2 つ見つけたら、ここの鍵が開けれるってことかな。あ、この上に、あったね、今。でれれれ、なっていけない。はい。よっしゃー、あと1個。で、1、2、3、4、5、6。え、待って、あとはどこ？あ、こんなところに。あ、消えた。くっそ。くっそ、なんてことだい。よっ。これどうやって崩すの？よっ。こう。こうか。ペイ。うわぁ。クリボーがいっぱい出てきたー。クリボーになったよ、私。ん？何これ？ボールじゃね？ボールよね、これ。いえ。ボール、ボール。これラストじゃないんすか？ちょ、待って待って待って。やったね。イエーイ。これで開いたよ。イエーイ。ひえ。ひえ。待って、クレフォーに負けた、もしかして。うわー。このボールは、こういうことのためにあるんかな。だーい。え、この中さ、あ、絶対なんかあるよね。確率になんかあるよね。ないの。いけない。くっそ、いけねえ。ちょっと待ってよ。よ、あれ。は。決定決定。イエーイ。で、行きますか。やっとこさ行きますか。宇宙館。もうちょっと手前に中間あってくれてもよかったよ。ちょっと日本語おかしいけど。お、行きますか。ダッシュと、ジャンプね。お久しぶりだね。あー、落ちる。危ない。めちゃくちゃお久しぶりね。君お名前なんだったかしら。ネッシーじゃなくて。あー危ない、怖い、めっちゃ怖い。ひー、うー危なかった。ひー、あ怖い、落ちるよねですよね。でここからなんよ、まあ、間隔がさめっちゃ短いやん。ここ、これすごい苦手なんすよね、私。はあ、おっと、この上に。やったー！おー、よかった。見てなかった。落ちるかと思った。イエーイ、スタンプゲット。最後のスターは？うわ。多分どこかしらでスターを逃したね、私。くっそー。行くぜー。意味なかった。踏んだだけやった。コースクリアー。おし。
あ、かわいい。スポって、甲羅が脱げたの、この子。あれ、甲羅の下何？ランニングシャツ着たんかな？ね、そんな感じよね、なんか。あ、かわいい、お城かな？やっぱファンシーな感じな気がするんやけどね。最後のお城だけがなんかすごい、おどろおどろしい感じだよね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか最初このエリアに来た時に、なんていうの、なんかパステルチックな感じで、ファンシーって思ったんやけど、最後のなんかお城を見た感じは、なんかお城を見た途端にね、めっちゃ紫で、もしかして毒の沼なんかなって思い始めた。それぐらい印象が変わった。